マイナス10キロ食べて痩せるダイエット法をあなたにお伝えしてまいります。この動画では1つ目、なぜ食べて痩せることができるのか、その理由と2つ目、一体何を食べれば痩せることができるのかというその食材ですね。そして3つ目、その食材を使ってどのように食べると一番痩せる効果が出るのかというレシピをあなたにお伝えしてまいります。この動画ではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しているんですね。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そしてまた LINE 登録していただきますともうとても嬉しいです。それでは早速お話をお伝えしてまいりましょう。それでは1つ目のなぜですね、食べて痩せることができるのかというその理由についてお伝えしてまいります。とてもポイントですからしっかり聞いていただきたいと思います。あなたがもし今こう最近体重が増えてきてしまってダイエットをしてるんだけれども、もうなかなかもう1キロすらですね痩せることができないとか、また痩せたんだけれどもまたすぐに戻ってしまうという、その繰り返しというその負のスパイラルに入っていらっしゃるとしましたら、大丈夫です。あなたが終わるんじゃないですよ。あなたの腸内環境、その腸がですね元気をなくしてしまって悪くなってるだけだからなんですね。その理由は、もしあなたがですねそのダイエットを成功できていないとしたら、あなたの腸内環境にいるその善玉菌と呼ばれるその痩せ菌ですよね、痩せ菌がうまく育っていないからなんです。逆にその悪者ですよね、悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌がやはり増えてしまってるから、いくら頑張ってもやはり痩せることができない。それはなぜかというと、あなたの体質そのものが痩せる体質ではないからなんですね。そのデブ菌が多い腸内環境のままでいらっしゃいますと、デブ菌がですね好む食事が食べたくなってしまうんですよね。あの過去の私もそうだったんですけれど もう甘いものとかこう脂っぽいものとかですね、もうやめられない、止まらないんですよ。もう一度食べるともう止まらないんですよね。もう本当にチョコレートも一箱平気でこうペロリみたいな、もう朝からケーキとかですね菓子パンとか、私そんな生活していたんですよね。なので今よりも約10キロ太っていたわけなんです、その当時はですね。しかも体調も悪かったですね。もう本当にひどい体調不良になってですね、まあ、そういった経験もありますし、もういいことゼロです。あ、ごめんなさい、いいことゼロ、いいことなしですね、本当になかった。なぜかというと腸内環境がもうことごとく悪かったからなんですね。なので今からお伝えします痩せる食材を召し上がっていただきますと、この逆ですよね、良い菌です、善玉菌、痩せ菌が増えることができて、結果あなたの味覚がその痩せるために必要な食べ物をですねやっぱ食べたくなっていくんですよね、自然とです。本当にこれは私もそうですけども、体質そのものを変えることができるんですね。そのために必要な食べ物というのは発酵食品になるんですよ。この発酵食品の中に先ほどお伝えしました痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね一番やはり多く含まれているんですね。なのでお体にいい食べ物っていっぱいありますけれども、その中でも特に発酵しているものです。例えば味噌汁であったり、キムチ、またヨーグルト、あとぬか漬けやチーズなどですよね。こういったものをバランスよく召し上がっていただくことがダイエットの成功につながるわけです。なので今回お伝えするその痩せる食材というのは発酵食品なんですよ。それでは2つ目の項目に入ってまいりましょうね。では発酵食品といってもいろいろある中で何を食べればいいんでしょうかということで、今回この動画で私があなたにお勧めしたいものは味噌汁ダイエット、味噌汁になります。味噌汁の良い点はもちろん先ほどからお伝えしてます通り、腸内環境を整えるその発酵食品の代表であることと、もう何がいいかってですね、お味噌汁の中にもういろんな具材を入れることで栄養とバランスがその一品で取れてしまうっていうその利点にあるわけなんですよね。あれこれ食べなくていいわけです。お味噌汁の中にたくさんのお野菜、あとキノコ類、
海藻、またタンパク質系で言えばお豆腐とかですね、そういったものをもう何でも味噌汁って入れることができるんですよね。しかもお出汁もとても栄養が高いですし、ビタミンやミネラルなどといったそのダイエットに欠かせない栄養素が取りやすい食べ物になるんですね。もちろん他の発酵食品もおすすめなんですよ。納豆だったりキムチだったりぬか漬けだったりですね、チーズだったりで、実はそういったものもお味噌汁に入れてしまえばいいんですよ。何種類発酵食品が取れるでしょうか。もうまさに味噌汁はもう発酵食品の代表なんですよね。いろんなものを受け入れてくれる、もう例えて言うならもう何でもいいよいいよって優しく受け止めてこうくれるような、お父様であったりお母様であったりお友達の方であったりですね、大好きな尊敬する上司の方であったりですよ、もうこの人から話聞いてもらったらもう本当にね、もう癒されるな、落ち着くなっていう方周りにいらっしゃいませんか。そのような存在が味噌汁です。なのでもうドーンとですね、味噌汁に頼っておけばいいんですよ。ですからお味噌汁の利点としましては、まずもうベースが発酵食品であること、そしていろんな具材をもう大きいですね、もう懐でですよ、受け止めてくれる、まあ、そんな食べ物になるわけですよね。そして私がよくそのカウンセリングでダイエット指導するときによくありがちなのが、結構皆さんですね、この味噌汁であったり汁物を取っていらっしゃらない方って案外多いんですよね。ぜひ毎食汁物は入れてくださいね。もうベストはお味噌汁ですけれども、この汁物を取ることでお腹が膨らんで、やはり満腹感満足感をですね得ることができますから、食べ過ぎ防止になるんですよね。やはり水分で大事なんです。でお茶ばっかりっていうよりはお茶もよろしいんですけれども、そのお味噌汁でしっかりそこで水分をですね取っていただくと、食べ過ぎがその抑えることができますし、また栄養が豊富、ビタミンも OK ですよね。バランスがいいわけです。でダイエットを成功させるためにはこの栄養バランスが取れてないと太ってしまうんですよ。なのでばっか食べ、もうこればっかり、例えばキャベツばっかり、もやしばっかり、りんごばっかりとか、ばっか食べはですねダメですよ。もう必ずいろんな食品をですねバランスよく取ることがもうベースになるんですよ。腸内環境を整えることと同じぐらいここはですね大事になってまいりますから、チェックしていきましょうね。そしてお味噌汁はですね、何がいいかと言いますと、その同じスープでその具をですね煮たりしますから、普通こう湯がいたりしてしまうとその栄養が流れてしまう、外に出てしまうわけですよね。そこの流れ出た栄養すらもそのスープでギュッと受け止めてくれるわけですから、もう逃がさないわけですよね。もうギュッと抱きしめてくれるような、まあ、そういった存在が味噌汁なわけですから、流れ出てしまった栄養素もしっかり取れてしまうっていうその利点も見逃せないポイントになってくるんですね。なので食べて痩せる食材というのはお味噌汁になります。では最後の項目3番目に移りましょう。どのようにそのお味噌汁を食べるともっと効果が上がるのかということで、今回は私生協コープさんで選んでまいりましたお味噌汁の具のランキングということで、3つですねトップ3選んでまいりましたので、あなたにご紹介していきたいと思います。では早速まいりましょう。第3位はこちらです。コープ生協の国産素材、北海道産4種の豆のミックスビーンズドライパックです。で私は今からですねこのランキングトップ3お伝えする食材はもうとにかく簡単なんですよ。いかがでしょうか。もちろんですねいろんなお野菜やキノコを朝から切ってですねこう湯がいてその火を通して、まあ、出汁もこうしっかりとってからというのもよろしいんですけれども、とにかくあなたにですねこの味噌汁ダイエット続けていただきたいんですよね。そうするとあまり難しいメニューを言ってもなかなかですねもうめんどくさいなってなりませんか。私はなります。なので私はこの腸活チャンネル YouTube チャンネルでお伝えしていますレシピとかこういった食材はですねもうとにかくあなたが美味しくて簡単で続くものを選んでるんですよね、まあ、もちろん腸活がベースなんですけども。なのでこの
ミックスビーンズもドライパックになってますから、まず日持ちがするんですよね。もうこれも本当来年の春まで持つんですよ。まずはその保存食としてもいつでもストックしていただきたいですね。私もそうなんですけれど もうとにかくお買い物、買い出しに行く時間がねないんです、ないんですよ。でもまとめて買いたいんですけれども、新鮮なものばっかりですやはり腐らせてしまうじゃないですか。でいつでもどこでもどんな環境になっても臨機応変に、本当は今日このレシピ作ろうと思ってたのになっていう時でも、例えば娘の帰りが遅くなったりですね、休館の方がいらっしゃって見て差し上げるとなると、思ってた料理がね作れない時ってありませんか？ありますよね。もう絶対あると思います。私もそうです。日々それがほとんどなんですよね。なので準備していた食材が使えないってことが多々あるんですよ。でその時にやはりこういった保存食になるような長期保存が効くものをいつでも私ストックしてるんですね。なのでお台所の横にはもうこのストックのボックスがあってですね、かなり買いだめしてます。もういつでもどんなことがあってもいいようにです。なのでこちらも長期保存が効きますし、お味噌汁の具にもですね、朝もパパパッと入れるだけです、入れるだけ。なのでもう簡単にこの豆が持つ良質の、まあ、タンパク質であったり、まあ、脂質はですね1パック 55g あたりで 2.2g ですけど、そんなに高くないですよね。でまたタンパク質が 7.7g と多く取れますし、でまた炭水化物系の中の糖質が 6.6g ですから、そこまで高くはないですよね。でこのミックスビーンズということで何がいいって、この北海道産国産がいいですよね。で中はですね、まず大豆です。そして青大豆が入っていて、金時豆とあと白インゲン豆も入っています。こちらミックスビーンズですから、もう一度にいろんな豆が取れますし、まあ、タンパク質が大事ですよね。痩せるためにはタンパク質が欠かせません。臓器を作っている元ですからね、腸の元ですから、しっかりタンパク質も取れますよということで、お味噌汁、発酵食品プラスこのタンパク質がしっかり取れるミックスビーンズを第3位に選んでおります。はい、そしてこの気になるお値段なんですけれども、こちら1パックあたり 55g の税別で105円でした。ぜひあなたも梅干しの具に使ってみてくださいね。続いて第2位はこちらです。はい、生協昆布の国産素材、宮崎県産の切り干し大根です。冬に採れた青首大根を細く切り、天日乾燥で旨味を閉じ込めましたということで、こちら本当お手頃パックなんですね。1パックあたり 30g 入ってまして、ですね、こちらカロリーが 83kcal、 またタンパク質もしっかり大根で取れるんですよ。 2.4g です。で嬉しいのが脂質がゼロなんですよね。ただ炭水化物の中の糖質はちょっと高めです。 14.7g 入っておりますから、食べ過ぎには注意しましょう。特に糖質カット、ロカボですよね、糖質ダイエットを取り組んでいらっしゃる方は適量でお願いしたいと思います。で、いかがでしょうか、この切り干し大根と味噌汁って、不思議な組み合わせって、もしかしたら初めての方もいらっしゃると思うんですけれども、美味しいんですよ。甘くてですね、もう本当に私こちら重宝してまして、もうとにかくですね、このまま余裕があればですね、調理バサミでこうパチパチっと手頃な大きさに切って入れるんですけれども、もうですね、寝坊したとかいう時はですね、もう手でちぎってもパチパチみたいなパッて入れて、あっという間に出来上がりですね。私はよくこの切り干し大根としめじですとかのきのこ類を一緒に入れることも多いんですけれども、本当にね、切り干し大根、切り干し、すいません、大根じゃない、大根重宝しております。でこちら切り干し大根のメリットとしましては、生の大根の時と比べて天日干しされているお野菜ってですね、もうとにかく栄養価がものすごく高くなるんですよ。なので同じ大根の量を取ってたとしてもですね、この切り干し大根の方がもう明らかに栄養価が高い、まあ、結果栄養バランスが取れて、あなたは痩せ体質になることができますから、もうぜひ普段のお味噌汁の具にもこの切り干し大根を使ってみてくださいね。そしてこちら気になるお値段なんですけれども、実は先ほどと同じ税別で105円でした。なんか大きいね、パックのサイズもあったので、もしかしたらお
得用の方が若干コスパが良いかもしれませんけれども、私は今回手に取りましたのはこちら 30g のタイプになります。それではここから第1位をあなたにご紹介いたします。第1位はこちらです。コープ生協の国産素材ひじきのドライパックです。国産の芽ひじきを使用してくださってて、もう蒸してありますから、そのまま実は召し上がっていただくことができるんですね。でこちら1パックあたりが 50g 入っておりまして、エネルギーがたったの6キロカロリーです。低いですよね。さすが海藻です。そしてタンパク質も取れますが、ちょっと量は少ないですね。やはりこれは大豆であったり、先ほどの切り干し大根の方がタンパク質は豊富に入っております。そして脂質が嬉しい 0g です。また炭水化物系 その糖質ですよねが嬉しいことに 0g となっておりますので、糖質カット、糖質ダイエットですねに取り組むという場合もこういった芽ひじきをプラスしていただくといいと思います。で何よりもですね、ひじきが良いのは食物繊維ですよね。豊富なこの水溶性、しかも水に溶けやすくって、あなたの便をこう柔らかくしてくれるタイプの方の水溶性の食物繊維がたっぷり入っておりますから、もう朝からお腹すっきりデトックスになりますし、何よりもその海藻ってなかなか普段のお食事のメニューにこう毎食取り入れるって結構難しいと思うんですよね。もしくはそのこう飽きてしまって、ひじきなんかこうひじきの炊いたね煮たものばっかりじゃもうよっぽど好きじゃないと、毎日ひじきって特にねご家族の方からこうブーイングされたりですね、またひじきとかね、そうならないためにもやっぱりバリエーションを増やしていきたいですよね。そのためにお味噌汁です。もうお味噌汁にも何でも今までお伝えしたこういったお豆であったり、まあ、大根であったりですね、今回このひじきトップ3のうちの1に選びましたけれども、こういったまあ取りにくい日頃食材もアレンジすることでお味噌汁がもう何でも受け入れてくれますから、いろんなもちろんこれお野菜を足していただいてほしいんですよね。お野菜プラスひじきとか、きのこ類プラスひじきとかですね、そういった形でそのローテーションで組み合わせが可能ですから、ぜひあなただけのオリジナルの美味しい腸活味噌汁ダイエットをすることで、健康的で綺麗にダイエット成功させていただきたいと思います。そして最後にお値段になりますけれども、このひじきはですね、実は同じ105円とか、たまたまなんですけど、なんかゾロ目みたいな感じで私今感動しておりますが、たまたま私が選んで、あ、これは味噌汁の具にいいなと思った食材がなんと全て税別105円だったというですね、あのなんかいいことありそうですよね。さあこの動画のまとめに入りたいと思います。1つ目、なぜ食べて痩せることができるのかでしたよね。こちらはですね、発酵食品でしたよね。発酵食品を美味しく召し上がっていただくことで、あなたの腸内環境が整う、結果善玉菌と呼ばれるその痩せ菌を増やしていくことができて、痩せるような食材を食べたくなるんですよということでした。なぜかというと、痩せ菌が好む餌が痩せる食材だからなんですということでしたね。そして2つ目、一体何を食べればよいのかということで、発酵食品ももちろんバランスよくいろいろ召し上がっていただきたいんですよ。ただ今回この動画で私が一押しだったのはお味噌汁でしたよね。なぜかと言いますと、そもそも発酵食品であること、そして汁物であることによって、あなたの食欲、満腹感を得やすいということ、そして栄養が流れてたものもしっかり取れるということでしたよね。そして具体的にそのお味噌汁というのを作るときに、腸活です、腸内環境を整える食材のトップ3ということでランキング形式でお伝えしました。もしあなたのお近くに生協さんがなかったとしても、同じ国産素材で無添加で、本当無添加なんですよ。先ほどの豆もですね、豆と食塩だけ、そして切り干し大根はもちろん大根だけです、宮崎県産。そしてこのひじきも国産のひじきでしたから、こういった無添加で国産素材でということも、腸活、腸内環境を整えるポイントもとっても大切な部分になってまいりますから、ぜひあなたも取り組んでいただきたいと思います。それではこの腸活チャンネル、あなたの日々のダイエットにぜひお役いただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。